はいどうも、カツボンです。今回はですね、シーズン5の進行状況と、まあ、今の、今のというか、まあ、この間放送して、まあ、シリーズ化しようみたいな話をしたロケット2時間チャレンジに関する話です。はい、で今ね、シーズン5、まあ,あ、ダラダラやってますけど、現在ね、打ち上げたロボットに、ロボットじゃない、<laughs> 打ち上げたロケットが240、214発。 でですで、まあ、今、電気が足らないから、まあ、しおりさんか、扇風船さんで、右上の方からね、電気の施設を敷き詰めていってもらってます。こんな感じね。はい。で、他にはね、その、ロケットのね、2時間チャレンジの、ブループリントを作るために、今、私は頑張っております。というわけです。はい。で、やっぱりね、2時間チャレンジはね、ブループリントないときついかな。 って,思ってて思で、まあ、今回あのてうの、進行状況よりも、まあ、こっちの話をしようと思うんですけど、えー、っとあちなみにねあの上級編は何,何の動画を上げるかも決まりました、まあ、最初に、ね、あの電気回路ってどういう風になっているのかっていうのと、まあ、次に、ね、駅の制御とか、まあ、そういうあのアイテムの制御イーサーターの制御とかそっちの方面で次にあの電気で、ね、ピカピカ光るとか まあそっちになるんじゃないかなと。まあそれで、その方針でいこうかなと思ってます。はい。で、ロケットなんですけど、あのなんか海外の人が、えっ、ー、と、オンラインで、マルチプレイで8人で1時間半であげたらしいんですよね。まあ、だからね、まあ2時間チャレンジと言いつつ、やっぱり1時間半を目指してやった方がいいんじゃないかなということで、まあ1時間半チャレンジということで。 えっと、やっていこうかなと思います。2時間チャレンジ、改めね、1時間半チャレンジでやっていこうと思います。で、まあ、そのね、今、ブループリント作ってるんですけど、まあ、僕の考えてる作戦的にはですね、まず一番最初に、まあ、何人か入っていただいて、で、まず、あれだよね、鉱石を鉄板に変えるところまで行って、ね、で、そこから初めてなんかいろんなもの作っていくべきかなと思ってます。で、その間に僕はね、あの、研究で、えー、と分配器とか、 でそっから次ブループリント、まあ、まずサイエンスパックのブループリントじゃなくてあの単純に組み立て機工場、まあ、組み立て機工場っていうのは早いんで、まあ、小さいねあのイーサーター作る工場だとかあのベルト作る工場だとかを、まあ、最終ブループリントでパって貼り付けてであと補助で何人かが手作業で組み立て機作ってそこにポン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 置いていくみたいな。 で、それでちょっとある程度行ったら、まあある程度ってダメなんだよね、ある程度はね。まあタイミング見計らって、で、僕がサイエンスパック工場ね、このサイエンスパック工場をパチッと貼り付けるんで、そこで,、えー、と組,み立てで組み立てたものをみんなで置いていったり、まあみんなというか何人かで置いていったり、僕が置いていったり、で、またこれ完成したら次の工場、次の工場というふうにブループリンと貼り付けていって、バババババババパッと貼っていってロ、ロケット上げたいなと。 思ってます、はい、でまだね、あの、サイエンスパック、1分間で何個作成できるとかの計算がまだ終わってないので、えっ、ー、と、実際の確定した規模のブループリントではないんですよね。なので、まあ次回1時間半チャレンジで確実に1時間半超えることができるかどうかって言われると、まあ、難しいところなんですけど、うん、やっぱりね、ロケットの、えっ、ー、と、ロケットを飛ばすまでに必要なサイエンスパック、 の数が時時間間半半以内にに確実に作成されないと、まあ、長く見て1時間半とかですよね。本当適格な適正なところで1時間ぐらいじゃないかなって1時間ぐらいでロケットで必要なサイエンスパックは全て作成できるような工場の規模,に規模をもともと考えてねブループリントで作っておかないといけないんですけどまあそれもね計算して。 えっと、作ろうと思います。はい。でね、ちょっとそっちの計算の方に戸惑ってるんで、あの、ファクトリオの、えっ、ー、と、放送でね、こういうブ,リンブループリントを作るとかね、そういう放送をしてないっていうのが、まあ、ファクトリオの放送をしてないっていうのがそういう理由です。まだ完全に計算が終わってないっていう段階です。はい、なので、計算が終わったら、まあ、あの、だんだんとね、作っていこうかなと思います。で、ぜひね、あの、マルチュー参加されてね、えっ、ー、と、まあ、僕がやってるようなブループリント、 持ってる方とかいたらね、ぜひぜひ貼り付けて教えてもらったり、えっ、ー、と、一緒にね、考えながら作っていけたらなと思います。で、他にもね、もちろんシーズン5ロケットをね、1万発上げようみたいな、あのぶっ飛んだ目標はそのまま残ってるので、まあ、1万発を目指すだからね、上げるとは言ってないよ、多分。多分。<laughs> はい。はい、こんな感じですね。まあ、今何が足りないかっていうと、まあ、単純にこいつですね。<laughs> この下のやつね。 はい、モジュール。はい、速度モジュール1ですね。まあ、こいつが足らないだけで、こいつが充満すれば、もうパン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 、こいつら上がっていくようになってます。はい。というわけで、今回ね、ファクトリーを現在シーズン5の進行状況っていうのは、まあ、今みたいな感じになってます。はい。で、まあ、先に説明した通り、上級編っていう動画もね、えー、もちろん撮っていくので、その合間合間に撮っていくので、よろしくお願いします。で、現在僕の放送の、えーと、定期的な えっと、放送というのは水曜日だったかな水曜日と日曜日にファクトリー用じゃなかったマインクラフトの放送が昼から固定であります。で、これはね、アキちゃんの予定次第で変わることがあります。はい。で、水曜、木曜の昼からマインクラフト始めて、まあ4時間とか6時間とかね、長く6時間やっても、まあその後パブ G とか、えっ、ー、と、レインボーシック6 c ーだとかの FPS に切り替えると思います。あの、長時間やるとね、 飽きちゃうんですよね <laughs> なのでね、まあその辺変えていきたいなと思ってます。で、他の固定っていうのがなくてで、でですね、実はエンファリオンもまた再開したいなと思ってるんですよ。で、まあいつにするかっていうのが全然ね、あのー、何て言うの、ん、決まってないというか。 いつにしたらいいんだろうっていう状態で、ま、ぜひぜひね、エヴァリを参加できる方はいつがいいですって言っていただければ、まあ、その日にちに合わせたいなと思います。で、他にもね、えっと、こんな放送してほしい、こんなにしましょうよっていうのがあれば、えー、ぜひぜひコメント欄に書いていただいて、まあ、何日何曜日したいですっていうのも書いていただけたら、えー、ぜひぜひそれもするのでお願いします。で、他にもね、放送してほしいゲーム等ありましたら教えてください。ちなみにですね、進撃の巨人はしません。 1>, はい、1の時にね、えー、と1の時やったんですけどね、思うないんですよね。放送可能な、放送可能なところっていうのが、えっ、ー、と、進撃の巨人ってほとんどないんで、はい、もうほとんどあの放送不可能でカットされてしまうんですよね、プレイステーション4からね。なので放送してバン食らいたくないんで、放送はしませんということで、まあ、あの、他にもね、最近、ちょっと雑談になるんですけど、 ヌーンさんに教えてもらったんですけどタイあの、パソコン工房でタイタン V が発売されております。なんと、おめでとう。最初はね、タイタン V、あ,あれね、NVIDIA GTX でタイタン V ね、タイタン V は日本では発売されないって話だったんですよ。そうしたら、パソコン工房がねあの、もう組み込んだ状態で発売してるんですよね。で、なんとお値段、100万超え。 おめでとうございます。もう税金だけで14万っていうね、素晴らしいパソコンが誕生しましたね。はい。ぜひ買ったら教えてください。スペックとはね、動作を見させてもらいたいと思います。ちなみにね、えっ、ー、と、NVIDIA がこのタイタン V ね、どういう用途なのかって言ったら、あの研究とかで使われ、使ってくださいって。はい。ゲーム向けではないですっていうことを NVIDIA の CEO が言ってました。<laughs> 買った人はロマンの塊だと思う。 ちなみに、あの、俺、お金が貯まったら 1080ti をもう一枚買って、SLI にしたいなと思ってます。うん。まあ、特に、あの、パブジーでは使用不可能、レインボー x では使用不可能なんですけど、まあ、他にもなんかいろんなね、今後いろんなゲーム出てくると思うまあ、そのためにもって感じですね。うん。はい。というわけで、まあ、最近のね、えっ、ー、と、ファクトリオの事情だったり、まあ、軽い雑談だったりでした。 はい、もしよろしければ高評価、チャンネル登録の方お願いします。あちなみにですね、やってほしいゲーム、PlayStation 4のゲームでも構いませんが、PlayStation 4はですね、えーっと、僕が持ってるゲームにしてください。後からね、新しいゲームを買おうとは思ってません。はい、あと、ホラー系は無理です。はい、それでは、バイバイ。